美咲ちゃんの食べてるたこ焼きもすっごく美味しそう。よかったら一つ食べる？いいの？ありがとう。遠山さん、さっき焼きそばも食べてたのによくそんなに食べられるね。だってせっかくのお祭りなんだから楽しまなくちゃ。私もそう思うわ。もっともっとお祭りを楽しみましょう。よし、次はどこの屋台に行こうか。私は別にどこでもいいから二人に任せるよ。それならもう一度あそこに行きましょう。私あれがとっても楽しかったの。金魚さんの。わあ、金魚すくい。いいね、行こう行こう。心、くれぐれも言っておくけど、金魚をすくうんじゃないからね。すくうんだからね。ちゃんとわかってる？もちろんよ。次こそはちゃんと救ってみせるわ。本当にわかってるのかな。とりゃー、はあ、心、黒いデメキンがそっちに行ったよ。任せて、かすみ。デメキンさん、私に救われに来たのね。それ。あー、破けちゃったね。なかなか難しいのね。やっぱりあっちの入れ物を使った方が楽だと思うわ。だからダメなんだって。あれ、みんな何やってるんだ。あら、トモエじゃない。今金魚すくいをしているの。そうだったのか。どうだ調子は。それが難しくってすぐ髪も破けちゃうし。それなら私がコツを教えてやるよ。本当に知りたい知りたい。トモエちゃん教えて。オッケー、任せとけ。まずはこんな感じでポイを持ったの。おえ、これってポイって言うんだ。そんな可愛い名前だったなんて知らなかった。ほら、心もよく聞いときなよ。トモエ、私もポイを持ったわよ。こんな感じでいいかしら。よし、そうしたらポイを裏返して紙が貼ってある面を上にするんだ。あれ、これを裏返すの。そう、そっちの面を上にして金魚をすく。それがまず一つ目のコツだな。だけどこっちですくうと縁がないからすぐに金魚が落ちちゃいそうだけど。そう思うだろう。だけど縁のある面を上にして金魚をすくうと水まで一緒にすくっちゃうから、その水の重みでポイが破れやすくなっちゃうんだよ。なるほど。言われてみれば確かにそうかも。縁がある分水が逃げていかないってことか。で、水の中でポイを動かすときはなるべく水平にゆっくり動かして紙に水の抵抗を与えないようにする。なるほど。そんなこと考えたことなかった。そして金魚をすくうときはポイを斜めに動かして水を下に流しながらゆっくり上げる。そうするとほら。あ、すごいよ。ともえちゃん、2匹も一緒にすくえてるよ。な、今言ったことを覚えれば意外と簡単に金魚すくいができるぞ。とりあえずやってみな。ありがとうね、ともえちゃん。心、一緒にやってみよう。そうね、私今のコツを聞いたらとってもたくさん救えそうな気がしたわ。っていうか和太鼓の時にそれくらいの説明してほしかったんだけど。ねえ、見て見て、私にも金魚救えたよ。私もできたわ。ともえの言った通りにやったらとっても簡単だったわよ。おお、二人とも飲み込みが早いな。それじゃあ私も本気出してやってみるか。あ、かすみ、そっちに黒いデメキンさんが行ったわよ。よーし、さっきはうまくできなかったけど今度は絶対救っちゃうから。